教師という職業はアウトプットする職業です。アウトプットするためにはインプットが必要となります。友部幼稚園では、先生たちが学ぶことを日常化するために、インプットアウトプットとしてフリーテーマで疑問点を調べることを課しています。学ぶ姿勢を習慣づけるためのものですので、内容についての真偽は問いません。必ずしも正しいこととは限りませんので、ご了承ください。はい、では私のインプットアウトプットをお話します。皆さん、秋といえば何を思いつきますか？そうですよね。秋といえば食欲の秋もあると思いますし、スポーツの秋とか読書の秋っていうのもあると思います。私は今回食欲についてちょっとお話をしようと思うんですが、なぜ秋になると食欲が増すのかっていうことについてお話をしたいと思います。まず夏はものすごい暑いですよね。今年の夏もとっても暑かったと思うんですが、そうすると必然的に食欲が落ちると思います。私もこの夏はこうなんか物を食べるよりも冷たいものを飲んだりとか食べたりとかっていうことを、こう自分の体が欲していたかなというふうに感じるんですけれども、秋になると気候も良くなるのでまず食欲が増します。そして幸せホルモンと言われているセロトニンっていうのが、それは日照時間が関係するようで、日照時間が減ってくるとそのセロトニンっていうのも減ってくるらしいんですね。まあ夏はもちろん日が長かったのでその分そういうのがあったと思うんですけれども、そのセロトニンが減ることによってお腹がすくということも言われているそうです。でそのセロトニンが少なくなる代わりに、トリプトファンっていうのが欲するようになるんですね。でもそのトリプトファンっていうのはお肉とかチーズとかといった食物からしかこう得ることができないそうなんです。なのでそういうものをいっぱい食べてお腹を満腹にしたいなっていうふうな気持ちになるそうです。ただお腹が空いたなと思っていっぱい食べてしまうとちょん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 っていうふうになってしまいがちなので、ならなくするにはもうちょっと早食いの私が言うのは何なんですけれども、やっぱりゆっくり噛む、なんかよくね子供たちには一口に対して20回ぐらい噛むといいよなんてこう子育ての時に保健師さんからともとかも言われたんですけれども、よく噛むことによってそのこうもちろん噛み砕かれるっていうこともありますし、噛むということでお腹も満腹になる感じがするそうです。それからあとは秋はいろんな食べ物が美味しいですよね。この時期だとやっぱりもうそろそろ栗とかもできてくると思いますし、あとお芋とか果物とかだったらブドウとか梨とか、私は香水の梨が大好きなんですけれども、そういった美味しいものがたくさん出る時期ともなっていますので、その食生活の中で食事をとる中で少しでもいいからその旬のものを食べるっていうこともいいそうです。なので皆さんこれからそういうね時期になりますので、よく噛んで、そして美味しいものを少しでもいいから手に入れて、で楽しい秋を過ごしていきたいと思います。一緒に過ごしていきましょう。これが私のインプットアウトプットになります。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ動画への高評価、そしてチャンネル登録、よろしくお願いします。